九条忠隆は、鎌倉時代中期から末期にかけての九行。摂政関白右大臣、九条忠家への子。下には、十一位、関白。九条家六代当主。通称に、法音院関白。昭和2年12月27日に元服し、十五以上に上位される。二年後に、右子の栄憲少将に任ぜられ、校長2年には、十三位に除されているが、 摂管家指定が本来たどる3議以上の犠牲感を経ずに2位に達している。これは、県庁3年の療養奉仕の無本事件に絡んで、父、忠家が右大臣を解任され、以後復帰できなかったところが大きいとされる。ところが、文永10年5月に、突如忠家が復権して関白に任せられると12月には、忠敬も県中納言に任せられる。この背景としては、 ただいえを直感した、ご佐が法王が亡くなったこと、加えて、ただたかの義兄である、関東申し継ぎ、西恩寺実験が、執権法上寺習に、ただいえ不死の復権を働きかけたことが大きかったと、される。文英11年には、専人の高塚佐剣中を超えて、県大納言県左近の江大将、県次元年右大臣、昭和元年左大臣などを歴任し、 昭和4年辞任した、この家元に代わり、関白、富士市長者になるが、昭和6年に更迭され、家元に関白及び、富士市長者を返上する。大見国にあった、藤原不比等の別荘跡に、現在の安楽寺を建立。昭和元年、平安時代の京都六条河原にあった、源の通る寺跡地を全同寺に寄進して、 現在地に全道寺を移らせて換気工事としている。延長2年に出家して、法名を延やーと称した。三田2007年 P102 から103。ありがとうございます。